新鋭機は中華人民共和国の政治家。三西省石陽県大祭の人民、公社大体初期を務めていた60年代に、毛沢東の大号令で一躍全国の模範となり、政界にまで進出した。農業に全く適しておらず、災害も多発していた、大災の傾斜地を切り開いて、棚田に作り変え。 食料生産を7倍に増やしたとの報道が1964年2月10日の人民日報に掲載されると革命精神で産地を切り開いたとして中央政府の評価を受け毛沢東が農業は大災に学べと号令、賃益は全国の模範となった。百六十七年参政省の奪権に参加し大規模な戦闘を展開。第回党大会代表、 中央委員会委員となる。1973年、第10回党大会では、臨表一派が抜けた、中央政治局入りを果たす。1975年、第4期前人代で、国務院副総理、三政省革命委員会副主任に就任し、全国の調査に出るが、大災での経験のみに基づいて、他地区の農地を批判をするなど臨機応変に乏しかった。当省平が、 実践は真理を検証する唯一の基準であるを提唱すると1980年に副総理を辞任し、北京東工農場の顧問に降格された。実質的に軟禁状態に置かれていたという、1986年3月26日死去。その遺憾は、大祭に戻された。最後まで、毛沢東を敬愛してやまなかったとされる。ありがとうございます。